ゴルフに役立つ体幹づくり、インナーマッスルの意識の仕方。はい、今回からはゴルフにいい体幹トレーニングをご紹介したいと思います。まず最初にすごく基本のところからやっていきたいと思います。で、やはり体幹で一番重要なのは腹横筋と言われるお腹の中のインナーマッスルをしっかり意識することが大切になっていきます。姿勢のところでもお話ししましたけども、お腹の安定感というのはすごく大切なので、まずそこから少しやっていきたいと思います。そしたら、最初まず肋骨がちょっとこうグイって開いちゃってて、お尻がこうプリってなってる人がすごく多い姿勢が多いので、さっきみたいにちょっとこのクラブをちょっと使ってやってみたいと思います。そうですね、肩を後ろにいただいて、そうですね、正しい位置を意識していきます。そうですね、はい、お尻締めて、そうですね、グーと、そうですね、その時にこの肋骨をしっかりグーッと締めていくっていうのがすごく重要になってきます。 OK、 あ、でも上手ですね。そのイメージをちょっと持っていただいて、で、今度はわざと肋骨を鼻から吸ってグーッと大きく開いて、そうですね、そうですね、そうですね、で、吐いてさっきの位置に持っていく。その時にお腹がぐーっと締まっていく、絞られる感覚を、それがあの腹横筋、中のインナーマッスルがかなり使われている状態です。もう一回いきましょうか。ぐーっと吸って、広げて広げて、で吐きます。そうですね、薄く薄く、おへそと背中が薄くなっていく、ベストをぐーっと締まっていく。そうですね、バッチリですね。はい、今のお腹を意識するところをちょっと寝て使ってやってみましょうかね。はい、ちょっとじゃあ寝ていただいて、そうですね、はい、普通に寝ていきます。その時に今肩は下げて、はい、そうですね、頭をヒューッと伸ばされるようなイメージですね。で、膝の角度はまあ90度ぐらい、90度ぐらいにしてあげてください。で、腕の間に拳が1個入るぐらいは開けときましょう。で、自分のスタンスを守るというのが重要になってきます。で、そこから、はい、大きく吸います。さっきと一緒ですね、肋骨広いて、はい、で吐いたら今度は背中をぐーっと地面の方に押し付けながら、はいはい、で体をぐーっとずり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 と上げていきましょう。はい、いいですね。そうですね、ここ腰と地面の隙間をなくすような感じですね。で、体を吸うと、こんな感じですね。で、お腹を吸う今のままですね。はい、腹直筋という表面の筋肉を使ってなく、お腹を薄くしたままですね。はい、ゆっくり戻していきます。はい、足閉じてこないように、はい、吸って、はい、で、で、ゆっくり上がっていきます。背中を押し付けながら、はい、イメージできる人は背骨がこう一つ一つこう剥がれていくようなイメージをして、上がってきて降りるときは下から背骨が一つ一つついていくように戻していきましょう。はい、上手ですね、上手です。もう一回だけいきましょう。吸って、はい、で背中しっかりマットにつけてきて、はい、ゆっくり背骨一つ一つ上げていく。はい、上げることが大切じゃなくて、お腹をぺちゃんこにしておく、インナーマッスルをしっかり使うってことが大切ですね。肩が少し緊張してますけど、はい、ゆっくり戻していきます。はい、OK です。結構辛いですよね。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。はい、呼吸のトレーニングは特に上半身、胸の周りとか肩とか首とかの緊張を取るのにすごく重要になってきます。やはり姿勢が悪いとパフォーマンス上がらないので、しっかり胸を開く、この肋間筋っていうんですけど、肋骨との間の筋肉を開いてあげたりするってことがすごく重要になってくるので、まず柔軟性、肋骨の柔軟性を出していく。で、今度はパフォーマンスを上げるために中のインナーマッスルを使っていくことが大切なので、その次はしっかり肋骨を締まってお腹を薄くしていくっていうのがすごく重要になってきます。で、その後にさっきやっていただいた腹筋運動みたいなのを入れていただけると、どうしても腹筋、外にあるこういうボコボコした筋肉を使いがちなので、中のインナーマッスルを忘れがちなので、それではなくお腹を薄くして使うっていうところを意識してやってみてください。
今回のトレーニングなんですけど、インナーマッスルを意識して使うってことは皆さんもなかなかないと思うので、ぜひラウンドのスコアアップにもつながると思うのでやってみてください。ゴルフに役立つ体幹作り、ゴルフに役立つ体幹作り、インナーマッスルの意識の仕方。はい、これ交換と思います。